ここからは現在そして今後の雨について確認していきましょう。まずは現在いただいている天気の報告ですが、南西諸島や西日本の方からは強い雨の報告いただいてますね。そうですね、南西諸島は前線に向かって湿った空気入っていますので、はい、本島周辺かなり強い雨が降っていますけれども、うん、今後も強い雨に要注意ということになります、はい、そして西日本に雨を降らせている低気圧前線ですけれども、はい、こちらはゆっくりと東に進んでいきまして、うん、この後ですね、まあ、晴れているところも徐々に雨が降り始めてくるということになります、はい、特に西日本は、今日はですね、強い雨に要注意ということになります、はい、この後ですけれども、はい、西日本からですね、東日本に、雨のエリアが拡大をしてくるということになります、はい、夕方になりますと東海地方、夜遅くなりますと関東地方でも、雨が降ってくるということになります、はい、そして、日付が変わってきますと強い雨のエリアがですね、西から東に拡大をしてきまして、明日の朝ですね、関東地方でも強い 雨のピークになるという恐れがあります、はい、まあ、通勤通学の時間帯に強まる可能性もありそうですので、関東の方は今後も最新の情報を確認するようにしてください。